0対0で迎えた3回裏、早稲田実業の攻撃。2つのフォアボールと送りバントでワンアウト2塁3塁のチャンスに3番の須田。ファーストゴロだが三塁ランナーが飛び出している。ランナーが挟まれたがボールがランナーに当たりホームイン。思わぬ形で先制。そしてワンアウト二塁三塁で打席は4番清宮。外角の変化球をうまく合わせてセンター前へ、追加点を挙げます。さらにデッドボールでワンアウト満塁の大チャンス。打席は6番中村。ショートの左を破るレフト前タイムリー。なおもワンアウト満塁。打席は7番横山。ピッチャーが弾いた。これで1点追加。さらに守備の乱れの間に二塁ランナーもホームイン。創立は5点を奪い主導権を握ります。追いつきたい修徳は5回表フォアボールを選びワンアウト1塁。打席は1番佐藤。捉えた。打球は3塁線を破った。1塁ランナーが一気にホームへ、タイムリースリーベース。さらに2番鈴木のセカンドゴロの間に佐藤がホームイン。習得2点を返します。追加点が欲しい創立は7回裏、ワンアウト2塁3塁のチャンスに打席にはタイムリーヒットを放っている中村。捉えた。打球はセンターへ。2点タイムリーヒットで点差を広げると、さらにフォアボールとヒットでワンアウト満塁。打席は9番ピッチャー田和。打ち上げた。ライトが追うスライディングキャッチ。しかし三塁ランナーがタッチアップでホームイン。畳みかけたい早実。打席は1番石郷岡。タイムリーヒット。7回コールドで早実が2回戦進出です。周りのみんなが助けてくれたっていう印象ですね。最初の方の打席は力が入っちゃっていつものバッティングができなかったんで、そうですね、次の試合からはしっかり地に足つけて落ち着いて野球やると思います。